お知らせです。ただいまゲストに参加してくださる方、番組をやってくださる方を募集しております。いろいろと条件がありますのでお問い合わせください。 CM バナースポンサー様のご紹介です。大人が輝く背中を見せる梅チャンネルの松原美里様、シンガーソングライターの平さん、身につけるだけで体感アップ、テラスパワー様、促進党のアロマの融合サロンリリース様、セットの複合施設 DC キャッスル様、神エステサロンサロンデュール様、バリバリバーガーのブラジルフレッシュ様、富士のパパマブハイ様、いつもありがとうございます。以上のスポンサー様のおかげでライフテレビを運営できております。そうちょっと音もマジで気をつけてですね。めっちゃ上手ですね。ありがとうございます。こちらもかわいらしい。イラストレーターだったり、今日なんか持ってきてもらえるそうです。彼に仕事を。半年ぶりにお邪魔いたします。彼に仕事。なんかめくれてるな。3つ。だから触らないの。さっき3つなんで反応しなかったの。三つになんとかって言ってたじゃん。見たねさっきね。三つ全然反応しないの。すぐ死ぬ。なんでだから三つそこに降りてくる。すいません。本当にやめてくれる。ちょうどその位置寄りかかったようになっちゃうんだな。こうやって見ると気に焼けちゃう。なんか黒くなった。ここのところがずっと。ああ。走り回ってきた。黒い人とかさ、ピントが全然合わない人とかいるんだよね。なんでなんだろうな。なんか変な。私先週の自分のピントが合ってない時あったね。なんか霊がオーラがこう。霊がくっついてるね。なんかね。ゼロ。絶対そうだよ。ピント全然合わない人いるだよね。私はピンクでくらいなんで。あ、いいですか、ね、ちょっとギュッと詰まってくるね。ギュ今日こじんまりしてるね、なんかね、うん、なんかその金色の人は何なの名前ねえ、何なのね、こんな人名前決めてよ。金色キャラクターの名前をさ、もう撮ってるからね、変な顔しないでよ。何氏だっけ。両津氏中でなんでサングラスしてんのかなと思って。本当だ、どうだろう。目が見えちゃうから。絶対見バレしないで。目で誰か分かっちゃうから。でも名前は言っちゃってるってね。両津くん本名だったの。イエーイ。なんか肩書き考えればいいのに。違うの、りょうつくんは、まあ肩書きっすよ。あ、そうなんだ。なんだ、肩書きなの。りょうつかんきちか。あ、そっから来てます。あ、それで。はい、春楽堂はどなたが作ったんですか。私、うん、あ、これ作ってないです。インドのお土産。インドの、はい、そうです。はい、チーズって言っていただけって。そんなことないですよ。怒られちゃうね。バターいつも美味しいことばっかり言ってると。あ、今日のポーズよろつくん決めて。え、今日のポーズ。ポーズ、ポーズ、ポーズ。何のポーズそれ。みんな練習してほら、練習。何のポーズそれ。いきなり振られたらこんなのしか思いつかないっていうポーズ。光さんじゃねえ。すごい、こんなの思い浮かぶかもしれない。何のポーズ、どんなポーズ。顔はどうしてればいいの。顔は顎を引いてかっこよくしてるって。なんか注文もおさえてない。いくよ、じゃあラストだよ、これラスト。こうやって。どうすればいいの、どうすればいいの。こうやって。何て。それがりょうつくんのポーズね。よくわかんない。
はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。今日は撮影が長引いちゃったね。編集講義終わったらそこでちょっと行かなければならないというのがちょっと今日はあるわけなんですけれども先週のちょっとねここ10日ばかというかもう4月に入ったくらいからなんか調子が悪いございましてですね、多分全て の、 諸悪の根源はヒノキですね。ヒノキ花粉デビューを私はとうとうしてしまいまして、まあ、認めたくはなかったんですけれどもね、まあ鼻水は出るわ、くしゃみは出るわ、でも目はかゆくない、そんな感じでですね、眠れぬ夜をね何日も何日も過ごしてですね、昨日はね多分ねヒノキのね花粉がね喉に詰まったんじゃないですか。もう息苦しくて息苦しくて半分寝れたもんじゃないっていう感じで、ほとんど寝てない状態で今日はね仕事してここへ来ているわけなんですけれども、もうすぐヒノキの時期も終わるかと思いますので、まあゴールデンウィークには、まあ、体調は戻っているのではないかと思いますので、皆さん遊んでくださいというわけで、今日のやいず TV はですね、まあ 新番組もまあありの、まあテロップの方でですねパーソナリティ募集っていうのをこう流しておりましたところですね、まあいろんなところから、まあ、自戦多戦いろいろですけれどもね、番組やってみたい、パーソナリティやってみたいっていう話がほぼ毎日のように案件が、まあ、ありまして今はですね
まあ、既存で44番組あったのですが、さらにそこからプラス2つか3つ、もうすぐ既存の番組だけで50番組になろうかというところまで勢い来てますけれどもね、青木さん、はい、はい、すごいですね。まあ、こんな感じでですね、どん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 増やしていって、まあ、とりあえず100ぐらいまでにはしようぜみたいな、なんかそういう軽いノリでなんかあれですけどね。今日もゲストに来てくださった方でね、パーソナリティやりたいよってお話をちょっといただいた方がいらっしゃったのでですね、その方はですね、多分6月からになっちゃうのかな、もうね、一応5月まで一応スケジュールの方はもう2ヶ月ぐらい、まあ、先まで決めてしまっているものですから、ある程度のものをね決めてるんで、まあ今から始めたいよっていう人は大体まあ6月ぐらいから始められるような感じになってね、すぐにこうね対応できないところは非常に申し訳ないところではあるのですがね、まあそれだけね、ヤズ TV もいろんな人が来て、まあ、人気があるということでですね、そこはその時間温めておいてもらってね、いろいろこうあれもやりたいこれもやりたいみたいな感じでね、企画を温めておいてもらえればいいのではないかなと思います。で、明日はですね、4月の23日、もう4月もあと1週間というか、あと平成があと1週間で終わっちゃうんですね。全然実感ないけど、まあそんな感じで、明日の火曜日、23日の火曜日はですね、時間がですね、通常17時からなんですけれども、番組数が増えたもんですからね、早くなります。16時30分からのスタートになりまして、16時半からはですね、新番組が始まります。各週偶数週の、火曜日の16時半、題名を忘れしてしまった、ごめんなさいね。ちょっと待ってよ、よいしょ、こらしょ、どこいしょ、4月の23日、あ、これだ、笑顔咲くハピーママチャンネルという番組が始まりまして、まあ笑顔をいっぱい振りまいてくれる、まあ可愛いママのチャンネルなんではないかと。ごめんなさい、よく分かってないもんですから、番組名だけでちょっとね想像してしまいましたけれどもね、まあ、早速ですね、ゲストさんも連れてきていただいてね、楽しいおしゃべりになるんじゃないかと思いますけれどもね。17時からはアスカちゃんの手探りやピース、17時半からミカラジ TV で、18時からはハポーンが、吹奏楽の告知ということで、志村くんがまた来てくれます。18時30分からマイマイマイキーズ、マイカーキラのマイマイマイキーズか、うん、で19時からは3回目、ひろみちお兄さんのお祭り気分でアイエットンということで、ね、ゲストさんがインフルエンザにかかってしまったということで、ですね、残念ながらひろみちお兄さんのトークで、まあ、残念ながらじゃないんで、まあ、ひろみちお兄さんのトークでお楽しみいただければと思います。19時30分からはハニーさんですね、人間観察 TV ということで、キミコさんがまた来てくれるんですね、オアシスマルシェのキミコさんと、あとチカさんですということで始まりね、はい、というわけで23日の火曜日は今、YouTube の方で流してますけれども、火曜日配信は Facebook の方になりますので、 Facebook でやいず TV で検索してもらえればトップにライブ画像が出てくると思いますので、そちらはですね、じゃんじゃんコメントとか、まあ、入れて、まあ、YouTube もねもちろんコメント入れられるんだけどね、まあ、Facebook にもコメント入れられますね、いいねいっぱいいっぱいキバシってつけられますんでね、地域参加型ということですのでね、皆さんバシバシコメントを入れていただければと思います。そしてついで24日の水曜配信ですね、水曜配信は、今4月は2番組やらせてもらってますね。19時からは素人のくせに丸散歩、あ、なんかはしょったな、まあいいや、丸散歩で、19時30分から私のレブ巻きチャンプルということでやらせてもらいます。丸散歩のゲストさんは誰だっけな、よいしょ、ちょっと待ってね、どこいしょ、
準備しとけよって。おお。24日の水曜日のマルサンパベーカリーサミット2試合図を振り返るということで、じゃあまたデブちゃんとあれかな、実行委員のあの人が来てくれるのかなというわけでお楽しみですね。それで19時30分からの私のデブ巻きチャンプルはですね、まあ、あの勝手に応援団シリーズということで、開催直前山作春の千祭り2019ということで、山作さんのですねライブがですね今週末に迫ってますのでね、ちょっとその見どころなんかをね、エラちゃんと一緒にねぐちゃぐちゃおしゃべりしてね、ちょっと私も山作りの一員にならせてもらえたらななんて思ってる、まあ、次第なんですけれどもね、まあ、そんな感じでですね順々に番組も増えてきまして、水曜日の方は、5月からは4番組になります。18時30分スタートの小石郎さんからまるちゃんの私の今日の7時からやってくれたハックルさんが来月から毎週枠になります。で5月の8日はですね、あの大人気シリーズの、教えるドクターシリーズ月1のものがありますので、ハックルさんはその翌週の水曜日からということになってますので、またその辺はね随時あのインフォメーションかけていきますので、皆さんどうぞご視聴よろしくお願いいたします。青木さんなんか言ったことある？特にないです。特にないです。なんか青木さんちょっと顔が疲れてますけど大丈夫？今日疲れたね。なんかでなんかいっぱい番組出てたじゃないですか青木さん。そういう関係ですね。なぜ今日番組いっぱい出たんですか？そういう関係。え？そういう関係で。そういう関係で疲れてる。疲れてるんですね。ああそうですか。じゃあ、いいですか。わかりますよ。はい、わかりました。ご機嫌悪いですね。いい